上名月の巫女は解釈による日本の漫画作品を呼び、それと並行して放映されたアニメ作品。漫画版は月刊少年エースに2004年から2005年まで連載されていた。テレビアニメ版は2004年10月から同年12月に放送された。少女二人の由り的感情や残酷な宿命を軸に少年一人を交えた三角関係の愛憎劇。さらには、 巨大ロボットや輪廻転生なども含んだ純愛作品でもある。過去にウェブで公開した小説、姫神の巫子戦の花万華鏡を原案とした、姫神の巫子が原作者の解釈の作画で、電撃魔王2020年7月号より連載中。真滅場の村に住む高校生のクルス川姫子と姫宮近音の16歳の誕生日の日、不気味な日食が世界を覆った。 それは、太古の時代、献身、姉の村雲と二人の巫女の手で封印された、邪神やまたのオロチの復活を意味しており、オロチと配下のオロチ衆は、世界滅亡のため、最大の障害である巫女たちの天正体である姫子と、戦火能の命を狙い始める。姫子の幼馴染みの大人相馬もオロチに、覚醒させられるが姫子の巫女の力で、オロチの意志に抗えた。 ソウマは思い人である姫子を守るため、巫女側につき、オロチ州と戦っていく。オロチ州との戦いの中で姫子とソウマは惹かれ合い、姫子への愛情を内に秘めたセンカノンは二人の関係に苦悩する。そんな中、センカノンはオロチにより滅んだ地球を再生させる儀式のため、前世の自身が姫子を殺害したことを思い出す。今度は姫子に自身を殺害させるため、 センカノンは復活したオロチの力で世界を滅ぼすことで、姫子に敵意を向けさせ、自身が儀式の犠牲になるよう仕向けるのだった。オロチは復活した村久本、ソ相馬の犠牲により倒され、センカノンは人柱となるが姫子は真に愛する人であるセン、カノンと共に永遠にオロチを封印し続ける道を選んだ。世界は歴史が改変された形で再生され、 ソウマもオロチ州もオロチではなくなっており、平穏な日々を過ごす。その世界でヒメッコとセンカノンの存在は消えてしまっていたが二人は月の舎で永遠の夢を見るのだった。名前が二つあるキャラクターは漫画版、アニメ版の順で記載する。ロボットのような外観を持つ。日本神話に登場した神々がモチーフとなっている。2004年10月から同年12月まで放送された。 全12話、原作とは、パラレルな関係となっている。ラジオ神ミ月とは、2004年10月から2005年3月の間に、テ・エールームで配信していた、インターネットラジオ番組である。パーソナリティは、マジマ・アと、下谷紀子原作者、主要スタッフと制作会社が、同じ作品、軽四郎と永遠の空に、この作品の登場人物をモチーフとした、 主要登場人物が複数存在する。同番組のウェブラジオの司会は、ラジオカミナズキの司会である下やと真島の両人が引き続き担当。超絶大美少女天使、エンゼルハート、十字架トライアングル、絶対少女生域アムネシアンにも本作の主要人物たちに類似した登場人物がたびたび登場している。ありがとうございます。